皆さん、こんにちは。川田純平です。薬害エイズの問題から、この国の公正行政、社会の仕組みを変えるために立候補いたしました。東京選挙区無所属で立候補しています、川田純平です。薬害エイズの事件を覚えていますでしょうか。治療に使った薬によって多くの人がエイズウイルスに感染し、600人以上の人の命が奪われていった事件です。私自身も薬によってエイズウイルスに感染したことを10歳の時に母親から聞かされました。周りでは友人が次々とエイズを発病し亡くなっていきました。その時から自分もいつエイズを発病して死ぬかもしれない不安と戦いながら、人は何のために生きるのかを常に考え生きてきました。高校3年生の時、薬の危険性を知りながらそれを販売し続けた製薬会社、その薬を安全だと認可した国に責任を認め謝ってもらうため、薬害エイズの裁判に加わりました。19歳の時、差別の中で隠れて生きるのではなく堂々と生きていきたいと思い、川田隆平という実名を公表しました。3500人手をつないで厚生省を囲んだ薬害エイズ人間の鎖、95年の7月24日、今日は7月25日ですが、12年前の昨日、厚生省を囲んだ人間の鎖、二度と被害を繰り返さない社会を作りたい、集まった多くの人の思いが全国に広がり、たくさんの人が動き出していきました。そしてついに画期的な裁判の和解を勝ち取ることができました。私は今年31歳になることができました。皆さんのご支援のおかげで今の私があります。本当にありがとうございます。和解から11年、つい最近もインフルエンザのタミフルや C 型肝炎の事件が起きています。政治家、官僚、企業、学者、医者たち、癒着の構造が繰り返され、そこでは命の大切さよりも企業の利益やお金が優先されています。今も薬害が繰り返されているんです。また今問題となっています消えた年金問題、これも薬害エイズと全く同じ人物によって引き起こされていきました。薬害エイズを引き起こした当時の厚生省の薬務局長が、その後社会保険庁の長官に天下り、消えた年金問題を引き起こしました。官僚の天下り、無責任さ、隠蔽体質が人々に不安と苦しみをもたらしています。私、川田隆平はその社会の仕組みを変えていきたいのです。薬害の問題、年金の問題だけではありません。難病の患者の人たちの医療費や福祉、介護の予算もカットされています。食品の安全、薬の安全が守られる、また環境もどんどん悪化し、アレルギーの人も増えています。若い世代は不安定な雇用により未来に希望を持ちにくくなっています。教育基本法も改悪され、戦争ができる国へ新しい憲法作りも急速に進んでいます。このまま社会が悪い方向へ変えられていくのを私は黙って見ていられません。誰もが楽しく幸せに生きたいと思っているではないでしょうか。それは命、人権、平和、環境が尊重される社会があって初めて可能となります。私は
薬害エイズの被害に遭い、仲間が次々と殺されていくのを見ながら生き延びてきた人間として、一人一人の命が大切にされる社会を作るために政治を変えたい、その思いで立候補いたしました。私は無所属で立候補しています。本来参議院は政党の意向に縛られることなく活動できるところです。私川田隆平は NGO や市民の皆さんと共に考え、政策を作り、国政に生かします。薬害エイズの時もそうでした。周りのみんなと取り組み、一人一人が自ら行動したことによって画期的な裁判の和解を勝ち取ったのです。私はその経験を生かし、命が大切にされる政治を実現するため全力を尽くします。川田隆平に力を貸してください。私川田隆平を国会に送り出してください。でたらめな官僚の仕事ぶりを変えることができるのは、薬害エイズを戦ってきた川田隆平です。動けば変わる、生きるって楽しいと思える日本へ、皆さんと共に頑張ります。ありがとうございました。川田隆平でした。どうもありがとうございました。頑張ってまいります。川田隆平です。よろしくお願いいたします。川田隆平でございました。人の命が大切という川田隆平。私たち個人が人を殺せば刑罰に処せられます。ところが官僚の無責任で薬害エイズのみならず、さまざまなところで薬害によって人々が殺されています。この官僚の無責任さは誰も告発することがありません。そして罰せられることもありません。こういう社会を変える、そして責任をきちんと取る、当たり前のことですが、それができない官僚たちが私たちの暮らし、命を考えてくれるわけがありません。川田隆平、自分自身も明日死ぬかもしれないという思いの中で今まで続けてまいりました。その川田隆平だからこそ皆様の命を考えることができます。私たちはたくさんの差別の中で生きています。この選挙も無所属であるがばかりに、このチラシ今この場でしか皆様にお配りすることができません。大きな政党でしたら党のニュースを配ることができます。この選挙一つとっても差別はあります。どうぞ皆様、川田隆平、無所属であえて戦っております川田隆平に、皆様の大事な一票、そしてご家族の何票かお寄せいただきますようにお願いをいたします。川田隆平、無所属であるがゆえに、また全国から無所属の議員たち、そしてボランティアの人たちが集まっております。そしてチラシを皆様のところにお配りしております。今日は荒川区議の瀬野清さん、江東区議の中村雅子さん、中野区議の武藤優子さん、そして、ボランティアで環境ジャーナリストの柴蓮さんもおいでになっています。柴蓮さん、ご紹介します。環境じゃないと